ございます。才能あるのが次々とって感じ。ありがとうございます。いっぱい来てくださって、続々とありがとうございます。よし、8時ですね。そしたらじゃあちょっとお時間になったので、そろそろ始めたいと思います。お集まりいただいた皆さんありがとうございます。今日はインド占星術を詳しく知れる、ちょっと辞書的にも使えるすごい本が、インド占星術大全が出たので、それを記念して翻訳をされた清水先生をお招きして、ちょっといろんなお話を聞かせていただこうと思っております。清水先生、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。まずはインド占星術大全発売おめでとうございます。いい、ありがとうございます。お話、講座を受けてる時からお話は聞いてたので、いつ出るかいつ出るかと思って、かなり長い年月かかってやっと出た感じですけど、実際あれですか、今いろんな本をたくさん翻訳されて、インド占星術に関する本が結構出揃ってきましたけど、このタイミングでこの大全を出したのは、そもそも何がきっかけでこの本を出そうっていう話になったのか伺っても大丈夫ですかね。流れとしては、この元の本は、アナライジング・ホロスコープする・モダン・テクニックスという長いタイトルで、これは私たちのグループの中で、私がその本を、10分から15分で解説するという、ね、動画で解説するという、読みながら、一緒に読みながら、英語で、英語のね、文章を読みながら、それで合計90回ぐらいシリーズの、そういうの、ジョーティッシュマラソンっていうんですけどね、そういうのが、いつ2017年とか、そのあたり、今から5年以上前、5年、6年、7年ぐらい前にやっていて、で、その時から、この本はいいなという、割と評判がグループ内でも良かった中で、その企画に参加された田中陽一郎さんがですね、体現者からたくさん本を出してますが、彼から、この本出版しないですかと、体現者の社長さん紹介しますよという話いただいてですね、それでこの本の特徴とか、出版するにあたっての意義とか、そういうのを、メールで送って、じゃあ出版しましょうというふうになったんですね。それが5年前です。5年前。それで翻訳を始めて非常にこう時間がかかったんですよね。それで、もう1年、原稿自体は1年、2年ぐらい前にできてたのかな。で、推敲その他編集で、1年以上費やしましたよね。で、ようやく、今年の1月には、推敲何2回目、3回目、3、2回目、うん。それで、去年ちょっとね、一旦1年ぐらい止まってて、それでだからもう翻訳終わってから2年越しですよね。そういうのでかなり時間がかかって、出版になったというそういう経緯ですね。だから今私たくさん本出しますけど、別にそれに合わせたわけではなくて、その前から企画はあって、ただただその分厚い本だったんで、なかなか、翻訳に時間がかかってしまったということですね。そう、実際分厚さもそうですし、2段組で書かれてるじゃないですか。はいはいはい。内容的にはものすごい充実した本だと思うんですけど、これを読むのはなかなか大変かなっていうのも正直なところかなと思うんですけど。そうですね。だからこれ原書で出た時もすぐ売れたんですね。売り切れちゃって。何回もこう、すり直してるはずです。インド占星術の部類では、割と、
まあ、ラオ先生のグループはみんなどの本も売れるんですけど、まあ、特にラオ先生の書いた本はすぐ売れるんですけど、まあ、その中でもいわゆるその基本的な内容を扱い、なおかつ、まあ、古典とか最新リサーチに配慮しつつ、できるだけ広範囲、インド先生ってこう幅が広いんですけど、広い幅に、まあ、広範なテーマを、まあ、扱うという非常に意欲的な内容になっててね、だから夏さんになってしまったんですけど、まあもう原書が出版された当初からね、すぐ売り切れていた本です。ベストセラーと言っていいですね。はい。あ、もう本当すごい内容、ま、私まだちょっと全部は読めてないんですけど、パラパラっとこう読んだ感じで、目次見るだけでもかなり、内容的にはもう本当にインド占星術を勉強しようと思ったら、これ一冊あったら、あるかないかで全然やっぱりその理解度が変わるんじゃないかっていうぐらい内容充実してますよね、この本。そうですね。まあ、この本は2010年から始まった、まあ、外国人相手の、インド先生、インド先生セミナー、バルティビルバーバンでね、インドの学校で、外国から、まあ、来た人向けの、いわゆるその学校でない生徒向け、だからインド人も含めて、外国人も対象にしたコースが2010年から始まったんですけどね。で、その時一応ね、占星術の基礎を抑えてる人を対象にしたコースだったんだけど、占星術やったことないっていう人も、まあ、受け始めたんで、そういう初心者向けのコースっていうのもできてね、2週間、缶詰で、毎日朝から晩までやるの2週間ね。い大やー、体すごいですね。もうその中で、まあ標準的なテキストとして使われてましたね。そうですね。もう本当に内容的には教科書のような辞書のような、割とインド占星術って用語が難しいところがあるじゃないですか。そういうこうちょっとあれこれ何だったっけって思うような、そういうこう用語なんかもこうパラパラっとこう調べることができる、これは本当に出していただいて、初めて学ぶ方もそうだし、今まで勉強してた人にも、この本自体はもう本当に出してくれてありがとうっていう本かなって私はちょっと読んでて思いましたそうね。ですね。だから、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、ちょっとなんだ、いわゆる流れをちょっと変えるかなという、そういう気がしますね。で、実際、アメリカでですね、インド占星術に火がついたのは2000、じゃなかった、1985年にね、ジェイム・クラハっていう人が、まあ、ある本を出してですね、それは Ancient Hindu Astrology for the Modern Western Astrologer っていう本を、長いタイトルですけど、これ彼が自費出版したんですよ。ジェイム・クラハっていう人ね。で、それで、インド占星術に火がついたんですけど、まあ、アメリカではベーディック・アストロジーって言いますけど、で、構成がね、似てるんですよね。だから、いわゆるハウスベースで1室、2室、3室。1室の支配性が7室になるとどうとかね、7室の支配性が8室になるとどうから、まあ太陽が2室になるときどうとかね、だいたい似てるんです、本の構成がね。だから同じような効果がひょっとしたらあるかなという予感はありましたね。だから日本でインド占星術ちょっと興味があるんだけど、なかなかいい本がないと。まあ入門書はあるんだけど、ね、そこから先が見えないっていうか、そういう人向けの本としてはベストなんだろうな。で、実際アメリカではね、同じような構成で、ね、ハウスベースで賞を切ってあって、それでね、ブレイクしたんですよ。だから同じような効果があるかもしれないというふうに感じていた中で、まあ、西洋占星術に詳しい、まあ、友人からですね、
西洋占星術家の間では結構話題になってるっていうのが伺ってますね。特に伝統西洋占星術やってる人で、本当はインドやりたかったんだけど、なかなか手頃な書籍がなくて、西洋やってる人は非常に喜んでらっしゃるというのは伺ってますね。だから、まあ、ゲームチェンジャーになる可能性はあるかなとは思いますね、この本が。そうですね。実際、やっぱりこの X 上でも、やっぱりインド占星術大全を買った方、結構、結構見るんですよね。で、西洋からインドをちょっと勉強したいっていう人が、やっぱこれを読んで、すごく、どう読んでいいかわからなかったっていうところが、どう読めばいいのかがちょっと書いてあって、すごくありがたいみたいなことを結構いらっしゃるので、もう本当に、今割とインド占星術自体が注目を集めてる中での発売っていうので、本当にゲームチェンジャーっていう形になるのかなっていうふうに感じるぐらい、やっぱいろんなところでちょっと見てるとお声が上がってるなっていうのを感じますね。まあ、アマゾンのレビュー見ても結構肯定的なね、力の入ったレビューが書かれてあって、まあ、心強いんですけど、まあ、実際自分も翻訳する中で、あ、これはなんか、ひょっとするかなという予感はありましたけどね。いい本です、本当に。で、本の中は、まあ、古典とね、あとモダンリサーチのバランスが非常によく取れてて、で、まあ、インド占星術のはハウスベースで読んでいくんですよね。星座ベースじゃないんですよ。そこはモダン西洋とは違うんですけど、ハウスが本当に鍵なんですよね。で、その1章が1室、2章が2室、3章が3室みたいな感じで、各章が、ハウスごとに章が建てられていて、で、それにまつわる古典や、まあ、実際の応用例とか、まあ、リサーチの、ね、例とか、実例とか、まあ、いろいろ盛り込んであって、だから辞書的に引きますよね。あれ、3室どうだったかなっていうか、バッと開けば、3室にまつわる、ね、いろんな切り口で、太陽が3室ならどうのこうのとかね、3室の幸せが7室になるとどうのこうのとかね、いろんな切り口で、あと3室は兄弟だから、兄弟について見る切り口はこういうパラメーター見たらいいとかね、そういう感じで、まあ本当に、まあよくまとまっている参考書だと思います。いや、もう本当に素晴らしい本だと思うんですけど、とにかくやっぱりこう一章一章のこう中身が濃いと言いますか、とにかくやっぱり膨大な情報量を、これを全部読んでいくのは、なかなかちょっとやっぱり難しいなって感じる部分も結構ある本だと思うんですよ。それでちょっと今清水グループというか、先生の、ゼロから始まるインド占星術講座を受けた修了生たちで、ちょっとこう、企画みたいなものを立ててるのをちょっとお話をいただければなと思うんですけど。そうですね、まあやっぱり分厚いし、1ページから最後のページまで読むっていうのは結構つらい内容なんです。まあ、なんか読み出したら止まらないとか、寝れなくなって困るっていう話もありますけど、まあ、そういう人はまあいいんですけど、なかなか量的に多いんでね。で、だから、なんか講座ね、この本を攻略、いわゆるそのゲームで攻略本っていうのがありますけど、攻略講座、攻略コースみたいなのを作ってやってみたらどうなんですかねっていう話をしたら、まあ皆さんやろうっていう話になってね。それで、何回、13回でしたっけ？15回ですね、全部で。15回コースで、で、まあ、それを分担してね、卒業生が分担して、で、まあ、そういうそれぞれのポイントですね、各章のポイントを一人一人、まあ、リレー形式でね、担当してやっていこうという話になって、まあ、結構盛り上がってますね。そうですね。一応、
企画、私もその企画に一応参加させていただいてるんですけど、初回無料で全部で15回、アーカイブありで、1回目とりあえず無料で見てみて、それ以降も、2回目以降もちょっと見てみたいなと思う方は、2回目以降からまとめて、ちょっと2回から15回までの分をまとめて、1回一括でこう購入していただくっていう形で、申し込みをしていただくっていう形をと取らせていただいてるんですけど、今結構好評ですごく順調にって言ったらあれなんですけど、受けたいっていう方が結構いらっしゃいまして、初回の無料の分に関しては、もしかしたら100人超えちゃうかもみたいな状態になってますね。まあだって安いもんね。1回1000円で。1000円ないぐらいの価格でやってます受けから。ない理由がないよなって感じですけど。そうですね。で、まあどんなふうになるのかっていうのは、ちょっと今日打ち合わせしましたけどね、こうやったらいいんじゃないかとかね。まあ、本そのまま読んだって仕方がないので、ね、それで皆さんその本の中に書かれているいろんな法則があるわけですよ。それを、まあ、具体的にホロスコープの中で使ったらどうなるのかっていう事例が多いといいよね、みたいな話をしましたけどね。感じで、こうやって使うんですよと、本に書かれてあることを実際ね、ホロスコープの中でこうやって見るんですよみたいな、そういうデモンストレーションがたくさんできるといいよねみたいな話をしましたね。今ちょうどジョーティッシュワンの開発者の方がいらっしゃったので、もしよければ。どうもどうも、お疲れ様です。こんばこんんばんは。お疲は。れ様です。はい。皆さん、初回、ジョーティッシュワン作ってる私、石丸と申しますが、やらせていただくので、ぜひですね、無料の会に来ていただいて、お、なるほどという感じで、連続シリーズも受けていただければな、みたいな、そんな感じですよね。あと、一応今、あれですね、もう100人以上行きそうなので、もうライブでちょっとやっていただこうかなっていう話がちょっと出てるところなんですけど、YouTube ライブをちょっとや石丸さんにお願いしようかなと思ってるところなんでそうすよですね。ね。それでさっき話し合いしてて、もうこれ、インド先生自体ね、ビームショットで出したら当然ですけど、前から、この前アンケートとか取らせていただいたんですけど、やっぱ容疑に出したをね、ジョーティッシュ1に作ってほしいというご要望かなり多くて、で、大全にも載ってますし、じゃあもう、大全のこのシリーズを受けてらっしゃる方に、ちょっといち早く、先行リリースみたいな、ジョーティッシュ1でしようみたいな話もね、さっきしてましたよね。もうワクワクする話ですよね。マジかっていう。そうですね、ちょっとだいぶ前から、ご要望いただいてたけど、まあ、これも大全出たし、作るしかないっしょみたいな感じですね。すごい楽しみです。打者が3つ実装されるわけですよね。とりあえず。まあ、3つ実装はありがたいですね、すごく。そうですね。やっぱり、なかなか本当、すごい量のね、打者ありますから、まあ、実はいろいろ仕込んではいますけれどもね、まあ、とりあえず、容疑にぐらいまでは、もうパブリックに、どなたでもお使いいただけるっていうのは、清水先生と当初からお話はしていたので、まあ、ちょっとだいぶ時間かかっちゃいましたけど、まあ、この大全の講座の最後の方ですかね。で、ヨギニーの回もあると思うので、その時までには間に合わせようという感じですね。そうですね。いやで、一応さっきちょっと打ち合わせでお話ししてましたけど、今回の、講座は自分のね、ホロスコープだったり、親しい人、身近な人のホロスコープをちょっと、ジョーティッシュワンでこう出して、講座を聞きながら、こう、当てはめて、こう、ちょっと、自分の場合だったら、この人の場合だったら、こうかな、かな、とかっていうのを、ちょっとこう、ね、講座を受けながら見れるような、そんな感じにちょっとなっていくと楽しいのかなっていうふうに、ちょっと、
今計画を立てているっていうところなんですけど、うんうん、そこがまさにいいですよね。やっぱりあの自分とか周りの方をまず見ていく、うん、でラオ先生も、まあ、身近な人50人ぐらいをもう徹底的に見ろとチャートをおっしゃってますけど、うん、やっぱりそれをこのインド先生術大全で掘り下げていく、これはだから今まで勉強していらっしゃる方も初めての方にもあのすごくいい、うん、あのツールというか教科書になるんじゃないかなっていう、うん、ただ内容がやっぱ膨大すぎるので、ちょっとそこのこうポイントをね、あのここがポイントというかこうな何が重要でどこを中心にこう見ればいいのかみたいなことがやっぱ本読んでるだけだとちょっとやっぱ分かりにくいところとかもあると思うので、はい、そういうところをねちょっと講座の中であのお伝えできればいいのかななんてちょっと思ったりはしてるんですけど、そうですよね。であのこれがいいですよ、うん、あの最初に、この翻訳を、うん、の前に、先生がまず60ページぐらいの、 あの日本語版だけのやつを書いてくださってますけど、うん、あれすごく、特に初心者の方とかね、あの初学者の方にすごく素晴らしいと思うんですけど、うん、やっぱりあれ入れてくださったの、うん、あの経緯というか意図はどのあたりだったんですか？あ、まあそうですね、やっぱりこの本はやっぱ初心者、すべての初心者を対象にはしてないんですね、ある程度。もともとね、この本はですね、あの、まあ、著者のメータ先生はあのバルティビデバーバンで教えていく中で、生徒さんに役立つような参考書ということで、うん、だからあの読者はバルティビデバーバンの学生を想定してるわけですよね、まず第一にね。うん、最初から、まあ、底上げしてあるわけです。でインド先生術初めて取り組む人はもう最初、まあ、1段か2段の階段が最初からないので、うん、この本を読むが、うん、まあ、もう少しあの地面から2段3段ぐらいの階段を、ね、作ってあげないといけないかなという思いで、うん、まあ、だから本当に、まっさらな人でもこの1冊で完結する、うんね、だから全部この一冊に入ってるんだったらいいじゃないですか、最初からゼロ、うん、でそういうのが一つと、もう一つはですね、まあインド先生でもなんかいろいろあるじゃないですか、系統によって。そうですね、その系統のところで、まあなんだ、ちょっと基本的なところでちょっとつく使用するルールが違ったりすることがあるんで、そこのところはっきりしておいた方がいいのかなと。はいはいはい、うん、いわゆるそのラオ先生の系統のねアスペクトとか、うん、まあ、使う惑星、まあ、とは言いながらもメータ先生はラフ K2 でアスペクト取ったりね、紅葉、うん、いわゆる紅葉とかそういうの取ったりしてて、そこはちょっとラオ先生とか若干違うところはあるんですけど、うん、大体私たちのそのいわゆるパランパラっていうね系統では、うん、大体基本的なベースとしてこういう理解が基本にあって、その上で先生が語られているという、うん、そのベースをねちゃんと示しておく必要があるかなと思ったんで、やっぱりここが必要だろうなと思ってね、これは1年前に書いたんですよね。大体全部翻訳終わって見渡した上で、なんか足りないなということで、じゃあこれ書きました。編集者の人が大変喜んでいただいて、うん、これで完成度が高まりましたっていうことでね、うん、あれがやっぱりあるかないかって大きいですよね、うんうん、すごいボリュすごい充実度ですからね、なんか普通ここまで役者が補足しないだろうっていう、もう本当ここだけで講座になってますね。そうですね、編集者から、あ、これ一冊分ですねって感じで。まあできるだけ簡潔に書きました。うんうんうん、そして必要十分というか、まあ本当必須の最低、絶対これ押さえとかなくちゃねっていうものを、うん、網羅していただいてますね。なぜかというと、やっぱりまあ読んで分かっただけじゃ足りないんですよね。記憶していただかないといけないということで。うん、繰り返し読むということを想定し、うん、であれば簡潔でなければいけないと、
その一方で、やっぱりちょっとね、日本で誤解されてる部分に関しては、ちゃんと説明もしておきたいという、そういう、まあ、さまざまな意図があって、交錯した中で、まあ、ああいうふうになったということですね。はい、これもう、最初、確かアマゾンだと5500円ぐらいとかだったのに、もうなんかすごい注文が殺到するから、もう出版社もちょっと値段上げていったみたいなところもありましたけど、まあ本当この値段、最初見たときは税込み7500円ぐらい、そうです、ちょっと売っとくる額だなと思うけれども、このもう、序章というか補足の部分、清水先生の読み、そして他を見ると、いやもうこれ、結構もういい値段取るインド先生術の講座よりも、この一冊で勉強する方が全然質が高いんじゃないみたいな。いや、本当そう思います。何十万もね、出して講座を受けるコースとかもあるけど、はい、そんなコース受けなくてもいい、これ一冊あればいいんじゃないぐらいの内容の充実度ですよね。うん、そうですね、だから清水先生の無料動画とこの一冊があれば、そうですね、まあ、正直下手な講座を受けるよりもないかなっていう感じですよね。私の無料動画100本と、そしてこれ一冊繰り返しやって、なんかもう私先生やりますっていう人が出てくると思いますよ。それはね、それでね、私の本来の趣旨ではないんですけどね、うん、趣旨ではないんですけど、まあ、それぐらいの量かなとは思いますね。うん。もう本当、いや、本当、うん、できた気になっちゃうぐらいの内容だと思います、本当に。まあ、それが本当かどうかは、まあ、ちょっとね、講座受けてみてくださいっていうことですね。そうですね。この15回にわたっての講座も、本当に1章、1章、2章っていうのをちょっと分かりやすくね、かなりいっぱいあるボリュームのやつを、ポイントを押さえて、こういうふうに、まあ、見て、どこを見ていくかっていうポイントみたいなのを、本読んでるだけじゃ分からないっていうところが、ある程度、あ、こういうふうにやればいいのかって分かるような、そういう講座にね、ちょっとしていきたいなと思っているところなので、今皆さんで準備をしているところなので、ちょっとこれはね、楽しみにしておいていただければなと思います。先々恐々としてます。だんだんハードルを上げてるんですけどね。それ、ハードルが上がっていってしまう。最初聞いてたのと違うぞっていう感じにはなってますけど、でも講座、私たち自身もやっぱり勉強になるので、人にやっぱり話をするとか伝えるとかっていう形を取るのってやっぱりすごく勉強になりますからね。そうですね。まあ今鑑定の掲示板がありますけど、ここでもすごく活躍している皆さんが、まあもうお一人お一人この講座の求めるから、かなり気合い入っためちゃくちゃ勉強家の人たちばっかりですね。そうですね、本当に実際実践で鑑定をしている、鑑定掲示板で鑑定をされている方たちばっかりなので、机上の空論でやってるわけじゃない人たちばっかりですからね、うん、まあなんか発表会みたいな感じですね、ピアノ発表会そうですね、本当そんな感じですね。ピアノ、うん、私はこの2年間ずっと翻訳してて、まあ、実は今年は Amazon での翻訳、出版あまりないんですけど、内部向けではね、かなり重要な本を3冊、4冊出しております。で、この一連の流れっていうのは、まあ、僕がAmazon で出してる本っていうのは、出版社じゃなかなか出せないんですよね。なぜかというと、専門的すぎてね。専門的すぎてて、まあ、あんまり売れないだろうという。そういう本ばっかり、いわゆる専門書ですね。で、この大善が出版社で出るっていうのは、まあ、いわゆるそれほど専門的ではないんだけどっていう。だけど、まあ、入門書だけではなく、入門からね、まあ、かなり勉強してるまで、してる人まで幅広く。だから、いろんな要素があってね、この本はね。だから、まあ、入門者から、まあ、もう何年も勉強してますっていう人にとっても辞書として使えるし、入門者にとってはまあ最初から読んでいってもいいし、
は古典の引用が非常に多いんですよね。まあ、そこはね、出版社の社長さんが、まあ、非常にこだわっていたところで、まあ、だから売って1、2年で、ね、もう時代遅れになるようなもんではなくて、まあ、5年、10年、経っても売れるような本という、そういう趣旨には合ってるのかなと、いわゆる古典ですよね。古典からの引用が多い一方で、最新のリサーチの成果も多く、で、実例、いわゆるイラストレーションっていうんですけど、実例も多くということで、まあ、いわゆるその、いろんな要素が盛り込まれていますよね。だから、だから出版社で出したんだろうなと思いますね。今回出版社で出されたのはやっぱりすごく大きいですよね。そうですね。大きいですね。注目度が違いますね。なんか自分で、自費出版みたいな、ペーパーバッグよりは注目度が大きいんで、まあ、どうせなら、じゃあこういう企画を考えたわけですよね。まあ本当最近の2年ぐらいでもう夢のような状況が生まれていて、まあ、私も10年前ぐらいから勉強し始めましたけど、当時はラ先生の赤本とか青本とかありましたけれども、やっぱりこういうそのベーシックな部分を全部抑えられるみたいなものがなかったので、またこの2年ぐらいは専門書がすごく出て、本当に勉強はできるようになったけど、まあ、かなりこう尖った本が多いので、専門性がこう専門性に特化した、だからこの、網羅的で、まあ、本当にそのベーシックな部分からそこの、アドバンスな部分まで網羅してる本っていうのは、これは本当に素晴らしいですよ本当素晴らしいと思います。ね。まあ、こんな本が一冊あればよかったなという本ですね。だから、まあ、いろいろ、だからいろんな分野、尖った部分がある一方で全体をこう俯瞰できるような。といっても、まあ、パラサラしかカバーしてなくて、ジャイミニがカバーしてなかったりとか、アシタがあ、悪くそうで入っすてね。なかったりとか、いろいろ、細かいこと言えばあるんだけど、でも、まあ、でも本当に主要な部分はかなりね、ほぼカバーしてるんで。まずはこの一冊と、まずはこの一冊という、その一冊になり得る本ですね。でも、この本片手にホロスコープ見れば、自分である程度、こう、まあ、符号的に見なきゃいけない部分は、インド占星術は特に、こうだからこうっていうところがなくて、割と、こう、バランス見ながら見なきゃいけないっていうところが難しいところではあるんですけど、ただ簡易的にこう、ここに、このハウスにこの星が、何ハウスの星が入っていると、大体どんな感じなのかなみたいなのは、簡易的なこう、リーディングみたいなのは、この一冊があれば結構できちゃうじゃないですか。そうですよね。それがやっぱりいいですよね。やっぱりその実質に、自分のチャートでは金星がいるぞとか、なんか火星と太陽が一緒にいるぞみたいな、なんかそういうのをすごい、もうハウス、さっき先生もおっしゃってたけど、ハウスごとに章が立ってて、もう受筆に関してなんて、もう50ページぐらいあって、もう信じられないぐらい詳細ですよね。まあ、それで、かなりその基礎的なリーディングの、素材がこの本で得られる。これは、本当、特に初学者とかにはもう最適ですよまあ、ホロスコープを前にして頭が真っ白という、最初ね。は誰でもそうなんですけど、ですそのね。時に、まあ、パッとこう本を開いて、あ、そっか、こういう切り口で見たらいいのかっていう。だすぐ、まあ、ホロスコープを前にしてすぐ言葉を紡ぐことができるというところで、まあ、安直としても大変重宝できますね。すごい網羅的ですもんね。実質のもう各惑星がみたいなとそうですか、ね。ね、全てのハウスについてそれがあって。だジェームズ・ブラハの本がね、アメリカで大ヒットして、それで大量に西洋占星術やってる人がインドに入ってきたという、そういう、まあ、現象、あれはね、まあそういうタイトルでしたけどね、西洋占星術家のためのインド占星術の教科書みたいな、そういうタイトルだったんですけど、でもまあ、
似たような効果ひょっとしたらあるかもしれないですね。うん、いや、あると思います、本当に。さっきおっしゃってたけど、その古典、伝統的な西洋占星術やってる方が、かなりじわじわとこの本をあの手にして読み始めておられると。うんうん、やっぱりあの古典、西洋の古典をやってる方にすごいあの親しみがあるというか、なんかこうハウスベースだったり、うん、なんかすごい共通性があると。うん、で、なんかあのこういう本待ってましたっていう声がね、聞こえてきます。そういう声は、まあ、あの聞きますね。はい、うん、だからまあ本当その、まあ、モダンをやってる方多いと思うけれども、なんか古典も気になるなみたいなことを思ってた方が、あ、インドもこういう本出たんだったらちょっとかじってみてもいいかな。まあちょっとかじってみようっていう、あの厚さじゃないかもしれないですけど。厚さと価格がちょっと、はい、ちょっとっていう価格ではないところがちょっとあれですけど、でも、ね、実際あのモダン西洋占星術のモダン西洋占星術に行く方が多いのって、結局やっぱり学ぶための本がなかったから、はいはいはい、充実しているところであのモダンに行くっていうパターンが結構多かったと思うんですよ。ですよね。うん、だからこの大伝が出たことで、あのこれがあれば、でさらに今あのインド占星術の教科書になる本も充実してきましたから、はい、あのそれに最後の総仕上げみたいな感じで大伝が出てきたことで、結構やっぱりインド占星術やりたいとか、インド占星術から入る方っていうのもどんどん増えていくんじゃないかなと思いますね。そう、やっぱりアクセスできなかったですもんね、情報になかなか。うん、そうそうそう、あのラオ先生 あの優しいインド先生術みたいな、優しくないな、優しくない、優しくないってみんな言いますもんね。ラオ先生だけど、やっぱりあのなんていうかな、あの圧倒的にインド先生術は情報量が足りてなかったと思うんですね。はい、うん、そこをまあ埋めるにはいい一冊かなっていう気がしますね。うん、本当に埋まりましたね。絶対量が足りなかったなと。うん、そこが、まあ、これでだいぶね、その欠損部分を埋めることが、まあ、できたらいいなっていう感じですね。もう本当10年前の、私も10年前ぐらいからあのインド占星術自体は一人で独学でずっとやってたんですけど、本当に本自体がなかったので、うん、もうで勉強したくても本はないし、じゃあ講座はあるのかっていうと講座もそんなにないしっていうので、うんうん、学びたくてもやっぱり環境が整ってないっていう状態が、はい、悲しい状態がずっと続いてたので、うん、まあ今から勉強を始める人は本当にある意味幸せですよね。これだけ勉強できる環境が整ってきてるっていうのはすごいすごいことだと思います。いや、これはアドバンテージですよね。うんうん、これ本当に自分欲しかったと思いましたね。そう、あの私もずっと待ってました。私もあの今年2023年で20年目なんですね、インド先生。2003年にこうインドからビシュヌ・バスカーっていう人が来てですね、その通訳をインド大使館でやって、講座の通訳その他資料作りやってから、まあ本格的にインド先生室取り組むようになって20年目なんですけど、うん、アーティブ・デ・バーマンに行くまではずっと迷っ、まあそうですね、あっち行ったりこっち行ったりしてて、まあバルティブ・デ・バーマンに行ってようやく、まあ、ああこれだっていう、そういう道が、まあ、あの定まったんですけどね、うん、でその時はね、この本はね2010年に出たんですよね、確かね、うんうん、あ、まあ、だけど僕がそういうこうフラフラしてた時にはなかったんですよね。であればもっと楽だったなと思って今振り返って、バルティブ・デ・バーマンに行ってようやく僕のそので足場が固まったんですけど、まあその前にやったらもう少しもっと楽だったなというこういう本ですね。うん、その時もまあいい本はあったんですけどね、これほどなんていうかな、包括的な全体を見渡せる、はい、一冊で、まあ、当分ね、まあ、飽きないみたいな、そういうのはなかったね。だから、今の皆さんは今ね、まあ、ラッキーですね。いいなと思いますね。う
本当にこれから学ぶ方たちは本当に羨ましいぐらい環境が整ってる、まあ 本もねかなり、まあ、まだ出ますし、うん、僕があの時あの知りたくて知りたくて仕方なかった本、うんまあまあ、私たちのグループ内だよね、うん、もうね、うん、医療で始めて、うんうんうね、整いつつあって環境はもうこの数年で飛躍的に、うん、あの整ってますね、うんでそういう流れの中の、まあ、この本も一冊なんですけどね、うん、だからこの一冊がなんか突出してるっていうわけではなくて私たちの中ではまあ大きな流れの中の、うんまあ、一冊なんですけど、うんうんうん、あのやっぱりそういう流れがあるのかなっていう気がしますね。うんうん。だいぶ環境は整ってきたなと。石丸さんもその代々木に出した実践していただけるし。はい、まあ、いや楽しみですね。それももう楽しみですね。うん、講座受けていく受けた方に先行でっていうのもなんかちょっと特別感があってなんかちょっと楽しみですね。そうですね。やっぱちょっとテスト的にいろいろね作ってなんかちょっと最初は見た目とかねなんかあれ、うん、みたいな感じかもしれないですけど、うん、まあでも使えるねみたいなベータ版ですからね、うん、ベータ版でね、はあうんまあ、いずれはパブリックにするんですけどまあちょっと先にお触っていただいて、うんまあ、おこれはいいですねと講座の中で実感していただくそしてご自身や周りの方のチャートというかまあその時期との、うん照合、照合を見ていく、うんやっぱり、まあ、インド先生の醍醐味ですよねやっぱり打者は、うん、それをやっぱりこう複数で読むところにやっぱり重要性がある、うんうん、ここでまだ、まあ、今までねもう本当その、キングとクイーンみたいなビームショッタリ打者とチャラ打者、まあ、この2つあるとまず、うん、まずいいだろうというところで、うん実装させていただいてますが、まあ、容疑には必須だろうなというところで、他にもね、いっぱいあるから、実はあの仕込みつつはありますけど、うんはい、いや楽しみですね。楽しみですね。でこの2年間、あれですよね、先生、ずっと翻訳祭りで、ずっと翻訳祭りをやってましたけど、はい、だいぶ本自体はまあ、内部の、まあ、内部で、ま、もうちょっと本を出す予定ではあるでしょうけどもうだいたい一段落したっていう感じになって来られてるんですよね、うん、そうですね今翻訳、まあ、この2年間はあの鬼のようなアンダッシュで手伝っていただいた方はちょっと気が狂わんばかりのスピードで構成とか編集その他やっていただいてましたけど、そろそろ一段落ですね。で、まあだから翻訳祭りはもう2年半やってますけど、うん、もうだから毎日ねほぼ10時間ぐらいやってるんですよ。だからもう目が相当、うん、酷使しててちょっと辛いんですけど、はい。で、まあもう毎日10時間ぐらいやって、まあ数千ページ訳しましたよね、正本になってね。だからそれも一段落で、次は来年ですけど、まあうん、セミナーラッシュ、セミナー祭りという企画を考えてます。うん、そう、それをちょっと聞きたかったところなんですけど、セミナーを来年はちょっとやりたいっていうので、でそこれは先生のセミナーだけじゃなくて、何かこう、ゲストをお招きしてみたいなことも考えていらっしゃる。まあ、私もちょっとフットワークを軽くしてね、もう少し東京、大阪、今私は北海道にいるんですけど、うん、大阪、沖縄とか、まあ、ね、そういう要望があれば、もっと気軽に行っていろいろやりたいなっていうのがある一方で、うん外人を呼ぼうと。まあ、2019年まではね、僕はインドから先生、毎年呼んでましたけど、うん、インドから2人呼ぼうと。で、アメリカからも1人呼ぼうということですね。うん、で、インドからまあビサリア寺とかパンワル寺呼びますけど、うん、アメリカからはね、マーク・ボニーを呼ぼうと思ってます。うんうん、で、マーク・ボニーっていうのは、まあ、ラオ先生はね、90年代前半、アメリカに5回ぐらいね、それぞれ1ヶ月ぐらいのツアーをしてました。のベーダー先生術協会みたいなところが、まあ、毎年コンファレンスを開いていて、そこの、
まあ、キーノートレクチャラー、いわゆるその基調講演とかね、合わせて呼ぶとね、うん、参加者が非常に多くなるっていうんで、まあ、何回か呼ばれて、あとアメリカ、ボストン、それからニューヨーク、いろんなとこで講演して回ったりしたんですけどね、5回。うんうん、でその中で出会ったアメリカ人の中で最も優秀な、まあ、ラオ先生がね、ラオ先生って本当に人をあまり褒めないんですけど、若干褒めてる人が何人かいて、その中の一人が、まあ、マーク・ボニーですね。マーク・ボニーは、まあ、私はインドでね、2013年にインドで、まあ、マーク・ボニーが、まあ、ラオ先生を訪問しに来た時、まあ、あってですね、日本に来たいと。うん、いうお声はいただいてたんですけど、まあなかなかそういう機会はなかったんですけど、うん、まあついに呼ぼうかなっていうことですね。で、まあすごい彼は喜んでいて、今だから、うん、大変喜んでいて、まあ行きたいっていうことなんで、うん、だから来ることはもう決まってんのね。うんうんうん。のいつかっていうところで、まあだから彼はね、たくさんレクチャーやりたいと。4日やりたいとか5日やりたい、うん、やりたい連続。いや、ちょっと待ってくれよ。だからその辺の調整ですね。何日やるのか、いつやるのかっていう、うん、今調整中ですね。まあもちろんどういう会場を用意するのかっていうのも含めてね。うん、もちろんこれは私と一緒に勉強している、ね、私たちのグループ優先ですけども、もし出席があるならば、今回参加される方、もう、まあ、もしね、どんだけ席が空くか分かんないですけど、空かない場合もあり得るんですけど、うん、そういう場合はまあ動画で、うん、まあ後でね、動画見ていただくなどの、そういう配慮はしていいかなと、特典としてね、うん。約束はできないんですけど、まあそういう皆さんのご褒美、最後までその15回受けたご褒美としてですね、まあ、もし保護者があればですね、うん、もういらないよって言うんであれば、もちろん、その必要はないですが、うん、希望者がいるんであれば、まあ、できたら参加できなくても、まあ、動画最低でも動画での、うん、まあ、受講追受講ってことになりますけど、うん、それはまあねいいのかなとは思ってます。めちゃめちゃ豪華な感じですよね。このマーク・ボニーはね、すごくレクチャーがうまいんですね。ラオ先生もレクチャーうまいんですけど、ストーリーなんですよね。うん、なんかもう上から目線で何かをこう教えるっていうんじゃなくて、彼ら語るんですよ、うん。ホロスコープの人物の背景、そして彼との出会い。これはラオ先生もそういうレクチャーしますけど、マーク・ボニーもね、ストーリーなんだよね、うんうん。彼はだからナラティブ、ストーリーを語るんですよ。うんうんうん、まあすごい、まあ人気講師ですね、彼はね。でもまあ、通訳する側としても彼の英語は分かりやすいので助かる。助かる。はっきり、明瞭でね、しかも短く切っていただけるんで、そういうのなんですけど。短く切るのはすごくあれですね、だらだら喋らないで、端的にっていうのはすごく大事ですね。大事ですもん。うん、伝えるときにダラダラだと、うん、なかなか何が言いたいのか分かんなくなっちゃうところありますからね。一応ね、うん、まあ大体コンポジットメソッドっていうのをやろうじゃないかっていうことになって、彼がまあロシアとかね、いろんなとこで、うん、彼はレクチャーやってるんですけど、一番人気の高かったテーマです。うん、ただそれは彼はなんか3日4日かけてレクチャーやってるんで、そこをどうするかなっていうところですね。うん、コンポジットメソッドっていうのは、まあ、複数の打者を使ってね、出来事のそのタイミングを絞っていくと、ね、プレディクションを絞っていくという、うん、まあ、典型的にはビムショッタリ打者とチャラ打者とかね、そういう複数の打者を使ってイベントの発生するタイミングをこう絞り込んでいくっていう、そういう技法です。うん、はい。だからかなり、やるまあ、中程度、中級以上の、うん、知識が必要なんですけど、これ15回やった上で、まあ、ジャイミニ、もし参加希望者があれば、うん、まあ、私がそのジャイミニ先生術を、まあ、まあ、お教えしますんで、うんうん、それで一応ね、基本的な知識はまあ、揃うと。ただ、熟度っていうのはね、うん、まあ、その15回やって、ジャイミニ2回やって、
その知識が全部使いこなせるかというと、それはまた別問題ですけども、セミナーやにあたっての、うん、まあ、最低必要な基本的な、まあ、そこは、うん、まあ、一応提供できるのかなというの。かなりね、意欲的ですけどね。うん、まあ、でも、まあ、確約はできませんけどね。まあ、そういうのを目指してます、うん。もちろん皆さんが読むんですよ。読者、本を買って皆さん読む。まあ、1時間半のね、レクチャーでね、その本の一章、うん、それぞれカバーしきるっていうのはありえませんから、だから皆さんがもちろん本を読んで勉強するっていうのは前提ですけど、うん、かなり大胆な企画で、まあ、だからこれについてはね、まあ、できたらいいなぐらいで、その確約はできないし、お約束もないんですけど、うん、そういうことも、まあ、一応ね。今マーク・ボニーとかこうそういうところを今計画してるっていうところで、そうですね、うん、来年ちょっとセミナー祭り、うん、婚約祭りが終わったからセミナー祭りっていうので、ちょっとなかなかね、そういう、こう海外の先生がいらっしゃって講義を直接聞けるっていう機会自体がやっぱりなかなかないですからね、うんうんうん、まあ、先生のところ面白いと思いますよ。僕もあの彼 の, あのレクチャーは好きですね。非常に怖いですね、うんうん、あのマーク・ボニーさんは非常にね、知的な、非常に知的な、かといって難しくはない、優しい、うんうん、まあ、知的なアメリカ人ですね。あの頭が下げててね、ショーン・コネリーみたいなコネリみたいな、なんていうのかな、うん、そういうダンディーな、感じですね、うん、まあ、まあ、授業を受けた人はみんなファンになるという、うんうん、外部からの、ね、方もある程度ちょっとこう枠はどれぐらいになるかわからないけど、ね、参加できる可能性があるので、リアルで受けれなかったとしても、あのアーカイブの方で、ね、うん、アーカイブでね、受講できるのであれば、配慮をいたしますんで、うん、優先的になかなかやっぱり、うん、そういうこう外からの方から学ぶ機会とかチャンスとかっていうこと自体がね、なかなかやっぱりないですし、もうこれ本当、あの清水先生の人脈というか、そういうものがなければ多分お呼びすることもできないと思うので、うん、もう本当貴重な機会ですよね、うん、これは。まあね、まあ、あの、うん、時代がだんだん悪くなっていってるんでね、うん、来年再来年その後ずっと続けれたらいいんだけど、うん、僕はね、まあ、来年再来年あるかなと思いながら、あの考えてますけどね、うん、なんか2025年やばいってみんな言ってますもんね。やばいよね、今の時点で、うん、どの占いでもみんななんかやばいやばいっていうのでも、うん、戦々恐々としてますよ、私も、うん、勉強できるうちにしとかなきゃと思ってそう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 、ゆっくりゆっくり勉強できる状態になるのがもうなんか先がわからないみたいなことをちらほらと聞くので、うん、そう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 、目いっぱい勉強できるときに勉強しとかなきゃっていう、うん、そんな気持ちになりますよね。いやいやいや、いやでもなんか楽しみですね。あの講座自体はあの11月の19日に初回無料講座がスタートして、それから最初初回だけは日曜日の、あの2時半からになるんですけど、それ以降の11月25日からは毎週土曜日の、15時か3時からん3時からうん、そう3時からですね。で、1時間半くらいかな、お時間使ってちょっと、目いっぱいお伝えできるように分かりやすく、少しでもこう自分のね、ホロスコープ、この場合はこうやって読むのかなっていうのが、こうコツがつかめるような講座をちょっと開催していきたいなと思っているので、あのまだ申し込みしていらっしゃらない方いらっしゃったら、ぜひぜひ無料を試しに聞いてみていただいて、あの面白いぞと思ったらぜひぜひ残りのやつも
申し込んでいただければなと思います。あら、先生いなくなっちゃった。落ちちゃったんですかね。落ちちゃった先生。落ちちゃったかも。清水先生のインド先生術の学校のブログに講座の、申し込みのフォームに、がリンクされているページがあるから皆様ぜひそちらをご覧いただいて、うん、よいしょ。あと私も後で申し込み のリンクをちょっと後でまたで、ね、うん、ポストしておくので気になる方がいたらぜひぜひ。そうですね、申し込みをしていただければと思います。先生戻ってこれるかな。あ、戻ってこられてるかな。うん、戻ってこられてますね。まだ戻ってこられてないかな。ネットワークがあれかな、うん、マーク・ボニーさんって昔清水先生も4冊ぐらい翻訳出しておられて されてますよね。電子書籍で出してらっしゃいましたもんね。今ちょっと見たらもう今は購入できないみたいなステータスになったけど、うんうん、清水先生の講座受け、あ、違う、初めて鑑定受けた時ちょうどスピリチュアル先生術っていうマーク・ボニーさんの本が翻訳だったばっかりで、うんうんうん、そこに書いてあることが私のチャートすごい当てはまってたから、はあ、面白いみたいな。なんかそういうのがあるとやっぱハマりますよね。そうですね、うん、あ、戻っていらっしゃいましたね。あ、まだミュートかな先生。なんか不思議な国のアリスの世界に入っていってしまいました、うん、先生いきなりいなくなっちゃったと思って。 SNS ちょっとやっぱ苦手なところがあってですね、変なボタンを押すとなんか別世界に入ってしまう。あ、別世界に入って感じで切れただけなんですけど戻ってこられてちょっとよかった。マーク・ボニーのね、本は電子書籍やめてペーパーバッグにしようかなと思って、あ、はい、年末にかけてすでに翻訳した分に関しては合本、ま、はい、1冊の本にまとめて、うん、あ、なるほどですね、で出版し直そうかなと思ってて、あと、その来年マーク・ボニーがやりたいっていうセミナーに関係する本1冊 PDF で送ってもらったんで、その翻訳もちょっと今ね、まあ、翻訳ラッシュ終わったのにまたかよとか思ってるんですけど、ページあるんだよな、どうしようかなと迷ってますけど、ちょっと自分自身にちょっと向き合って、ちょっと自分に自問してですね、翻訳しないといけないと思ったら翻訳するかもしれないですね。うん、まあ分厚い本なんで、まあ日本語にすると 1.5 倍になるから、まあ 400、500 ページになるかもしれないですけど。ああ、すごいですね。まあ、ね、私の本はみんな活字が大きめなんで。うん、だからそれはね、まあ来年のセミナーに向けて出す可能性ありますね。うん、それはいい本だと思います。非常にまあ、受けがいいと言われている本、セミナーのね、骨子になる本なんで、うんうん、電子書籍になってた本、私も何冊かマーク・ボニーさんとか読ませていただいてますけど、あれですよね、割と読みやすいですよね。うん、そうですね、いわゆる彼がどうしてそういう結論になったのかっていうのをきれいに解説してるし、うん、あと彼の本はだいたいストーリー仕立てなんですよね。だから彼はストーリーテラーなんで、ググッと引き込まれるんですね、読んでてね。ただ単純にテクニカルな話がわーっと、ナイスの再生がナイスでどの本ばっかりじゃなくて、ストーリーになってるんで、ストーリーを追いながら、だけどテクニカルな話もね、そういうね、まあ彼はもともとだから作家なんだよね、きっと、うん、そういう作家、まあアメリカの有名大学の MBA 取ってて、まあまあインテリですけど、文章力が大変高いんで、うん、うん、ストーリー仕立てになってるから面白いと思いますよ、うん、うんうんうん、そうそう、なんかすごく読みやすいんですよね。理路整然としてるって言ったらあれですけど。そう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 、あ、そうなんだ。話の展開がね、皆さん興味を引く、うん、最も引くような流れになってたりするんですよね。うまいですよね。うんうんうん、
そう、なんか分かった気にさせられるというか。そうそうそう。なるほどって読んだ時にはなるほどと思うんですけど、閉じちゃうとあれなんだったら面白いし役にためにもなるというそういう本だと思うんだよね。だからファンが多いですよね。うん、分かりやすいですもんね、やっぱり。そう、ホロスコープのその解説とか、こうでこう。僕もね、インド先生術学び始めの頃はマーク・モニーはその時は本は書いてなかったんだけど、彼の記事、彼は、彼のやっぱクラス、内部向けのそういう資料があって、それを、取り寄せて読んだりしてましたね。非常に分かりやすいんで、よかったですね。うん、やっぱこうホロスコープを見ながら解説するっていうのも、うん、ストーリー仕立てでこう解説されるとやっぱちょっとなんかこう物語聞いてる感じはやっぱ楽しいですからね、うんうんうん、的な説明を淡々とされるよりも。だからホロスコープの背景ストーリーを共有しながら、うん、だからサイコロジーも、うんね、そのホロスコープでどういうイベントがあっただけじゃなくて、その辺のサイコロジーなんかも想像しながら読んでいけるっていうのは、うん、いいのかなと思いますね。うん、面白いですね、すごい。うん、そうそうそうな、そういう人のセミナーが企画されていてっていうのはもうワクワクですね。本当はね、僕としてはね、1週間やっていただいてもいいんですけどね、人が集まるかな、会場が、そういう会場、都合のいい会場が、ね、予約できるのかな、あと予算ですね。予算の問題、うん、だから、この辺はパズルを解くような問題ですね。最適解を見出さないといけないので、悩ましいですね。なことやんなきゃもっと楽な一年になるのに、うん、あえて大変なことを選んで、わざわざこういうめんどくさいことやんなくたってね、年なんだからとは思うんですけど、何回もできることじゃないので、今できることはやっておきたいと、ということですかね。うん、そう、でも楽しみですね。大前、そう、大前が手元にないと、講座自体はちょっと、どこをやってるのかっていうのが分からなかったり、大前の内容をベースにお話ししていくっていう流れになってるので、教科書代わりな感じで、それをベースにお話ししていくっていう形だから、大前はやっぱ手元にちょっとご用意しておいていただければなとは思うんですよね。講座の中で大前を読むわけではないんですよね。うん、そうです。朗読の時間ではないので、大前の内容をベースにお話しするっていう形になっているので、大前をしっかり読み込んだりしなくてもいいんですけど、やっぱ手元にあった方がここの部分っていうのをこう確認もしやすいし、後から読み返した時にこう関連付けて、これのことはあれのこと、こういうことを言ってたんだなっていうことが分かると思うので、参加する方とかこう興味ある方っていうのはちょっと高いのは高いんですけど、大前一冊、インド先生術に興味のある方は大前一冊あると本当に後々役に立ってくる。噛めば噛むほどじゃないですけど、あればあっただけ役に立つ本だと思うので、もうぜひぜひお手に取って一冊、保存用じゃないけど一冊ちょっとお手元に持っておいていただければ、インド先生術やるときには本当に助けてくれる本になりますので、ぜひぜひ宣伝じゃないけども持っておいていただければ。もちろんね、持たないで受けてもいいんですけどね、その大前を持つことが必要条件ではないんですけど、あった方がいいだろうね、と思うよ。ないよりはやっぱりあった方がいいですよね。7000円以上、ちょっと高いけど、せっかく受けるんだったらあった方がいいよね、だよね。あった方がいいし、やっぱりインド先生術をちょっと勉強したいなと思うのであれば、やっぱあって損はない本だと思いますね。うん、
ただまあインド先生術やるかどうか迷ってる人はちょっとね、うんうん、だからその、うん、やろうかなどうかなっていうのをちょっと1回目聞いて決めるっていうんであれば、まあその1回目は別にね、うん、なくてもね、うんうん、それでまあどんなもんかやるかどうかをそれで決めていただいて、Go or No Go を決めていただいて、その上で判断すればいいんじゃない。別に僕たちそれで売ったからといっていいからもらってるってんじゃないんでそうですね確かにこういうプロモーションやってるだけでそう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 です。お金いただいてるわけでもない。買ってるんです、買ってるんです。何でもないの、あのあれですよね、あの推し活みたいなもんですね、本当に、ね、勝手にやって、うん、勝手に勝手にやって買ってるんで、もインド先生術推しなので、推しをひたすら褒めて、推しを推しているてい。私にはね、若干の印税が入るんだ、一冊売れると。ああ、そうなんですね。かかけど、そう、そう、確かなんか契約書があったな。まだ、まだ、調印してないんですけどね。そうか、私はまあ、なんか言ってもないんだけど、そういう立場なんで、あまり強くは言いません。私はあの完全にただの推し活なので、ね、もう本当にただただインド先生術が好きで、インド先生術面白いから、難しいのは確かだけど、難しいけども、その難しくて頭から煙が出る難しさだけども、でも、やっぱその奥深さとか、あのドンピシャで出てくるその正確さとかっていうのを一回やっぱりこう体験じゃないけどこう理解すると面白くてやめられないんですよね。まああのインド先生術は裏切らないとそうですね、あのただね、あの一朝一夕にはあのものにはならないんだけど、まあそれなりに、うん、時間はかかるんだけど、まあその腰を据えてやればインド先生術は裏切らないですね。必ずなんか、うん、あのメリットが返ってきます。報われないサブジェクトではなく報われます。はい、うん、答えを、自分の求めてる答えをくれるなってすごい私は思います、うん、なんかあの小さい時からなんでなぜだろうなと思ってたような疑問に答えてくれます。誰もどの大人も答えてくれなかったあの質問、ね、うん、40過ぎてからその答えを得るみたいな本当そうですね。なんかインド先生術を勉強してるとなんか結構あの嫌なこととか辛いこととかっていうのも、なんて言うんだろう、ちょっとこう一歩引いてみることができるようになってくるっていうところが結構あるんですよね。私なんかは学んでいると辛かったり苦しかったりっていうところに飲み込まれないで済むっていうところがすごくあって、時期的なこう部分をあのこれがだいたいどのぐらいまで続くのかとかっていうところがザクッとでもこう分かるだけでやっぱりだいぶ救われることが多いですね。そうですね、まあ永遠には続かないと、うん、なんかでも苦しい渦中だとこうこれが永遠に続くんじゃないかってやっぱ思っちゃったりするじゃないですか、周りが見えなくなるので、うん、インド先生術はそういうところ打者を使って時期的なものとかも結構見れるので、打者見てあなんか今一番きついピークかもしれないけどもうちょっともうちょっと踏ん張ればこのピークを超えるとかっていうのが結構わかるのでだいぶ救われますね、うん、興味がある人はね本当にあの難しいけどやりがいはありますよ。で大善も出たし、大善を持って講座をちょっと受けていただければあのこんな感じで読めばいいんだなっていうのがなんとなくつかめてくると思うので、ぜひぜひあの興味のある方は本当に講座を受けていただければなと思います。なかなかインド先生術に、まあ、気にはなっていたけど始める機会がなかった、チャンスがなかったっていう人にとっては今回はまあいいチャンスかなとね思います。すごく、うん、すごくなんていうのかな、始めやすい値段で始められるので、うん、
しかも、まあ、本格的な本をですね。まあ、僕の時はなかったんですよ、こんなの。うん。大変でしたよ。本当ですよね。学べないからインドに行っちゃったって感じ。外国の本読んだら、まあ、本当かなと思って英語いろいろ読んだけど、まあ、外国、英語の本も嘘ばっかりね。そうなんですね。もう大変でしたよ。皆さんがラッキーですよ。いやもう本当清水先生のおかげです。なんだろうな、もう先生がインドに行って6年も勉強してくださったおかげで、うん、翻訳のね、翻訳するのもやっぱり専門書みたいなもんじゃないですか、ですね、インド先生に。ね、そしたらやっぱり専門書って言ったら、やっぱそれが分かってないと翻訳できないじゃないですか。ね、うん、背景が分かってないとね、文脈が分かってないとね、うん、その部分だけが悪質の、その背景、文脈、字が分かってないと、本当に理解した上での翻訳にならないんでね、そこはね、大事かなと思いますね。多分、本当、清水先生じゃなかったら、多分、こんな翻訳自体は出せてないはずなので。そうですね。僕も今だから、まあ、短時間で大量に翻訳できますけど、10年前、20年前だったら、こんな簡単ではなかったな。と思いますね、うん、まあ、もちろん翻訳もちんぷんかんぷんだった可能性ありますね。10年前だったらね、うん、20年前か、うんうん、だってさ、僕はそもそもインド先生室のそのインド大使館でなんで僕が翻訳しない、通訳しないといけないの。インド大使館にはね、ちゃんとね、英語の通訳いるんですよ。なんでですよね。僕は多少先生室のこと知ってたから。うん、あ、それでね、彼らはね、ちんぷんかんぷんだったんですね。で、あ、助かったって言ってました。あ、なるほどね。なんで僕が、だってインド大使館にはスタッフ、専門スタッフが英語、ヒンディー語を話すスタッフがいるんです。だけど、なんで僕が呼ばれたのかというと、まあもちろん、その、まあそういうこれがあったんですけどね、その、その主催した、うん、なんだ、貿易会社の、そこから呼ばれて行ったんですけど、まあ、指名があって、ご指名があって、うん、で、大使館のスタッフがね、ああ、助かったとか言ってるの聞いて、うん、あ、そう、全然分からなかったんだと思って、だから何、ちんぷんかんぷんなんですね、本当に。まあ、自分の理解できない話は翻訳できないですもんね。まあ、もう全部僕がやりました、通訳から翻訳から。いや、すごいですね。でもそれのおかげで今こうしてインド先生術を学ぶ素地がすごく整ってきているっていう、本当感謝感謝です。そうですね、それがきっかけといえばきっかけで、ね、このフルタイムでやることになったきっかけっていうのはそうです、ね、うん、いや、ありがたいです。まあ、だから、うん、何が何だか分かんないですね。何がこうどういう因果でどういうことになるのか、別にそのこうなりたいなりたいっていうのあったわけじゃなくて、なんだんだんだそういう、うん、だって僕だってインドに6年もいるつもりなかったですからね。最初1年でしたからね。気づいたら6年いっちゃったっていう感じですか。いや、わかんないね。すごいな、縁ですね、うん、縁ですね。でもホロスコープ見たらそういう突然こういう感じになるっていうのは出てたりしないんですか。いやー、分かんなかったね。まあ、朝から6年だったら分かんなかったね。分かんなかった、ね、うん、分かんなかった。そうなんだ。いや、でも本当に、この大善が出てくれたおかげで、本当に勉強が進みますよ、これからみんな。うん、私もそうだけど。うん、やっぱ、全然違いますもんね、こういうのが一冊あると。なんか恥ずかしながらなんか聞けなかったみたいなことを、そうそうそう、この復習できた、あ、こうだったよね、うん、みたいな、うんうんうん、なんですね。うん、そうそうなんですよ。今さら聞けないみたいな。そう、今さら聞けないがだいぶ書いてある、ね、なるほど。確かに。いや、僕もね、結構忘れてることがあって、うんうん、僕も、ね、確認したりしますね。あ、どうだったっけなっていう。あ、
まあ、細かい数字なんかね、一度は覚えてたんですけど、忘れたりするじゃないですか。その例えば、インドゥラグナの計算するというけど、水星は何点だったかとか、はいはいはい、土星は1点とかね、その辺の数字、あれどうだったかなってやってみて、あ、そっかそっか。そういう時は便利ですね。あと、ヨーガもかなり網羅してるじゃないですか。そうそうそう、ヨーガもね。これ、ネットとか探してもここまでないですからね。そうですね。あのヨーガも結構充実してますね。充実してます。ヨーガについては、あのだから翻訳も、ね、苦労したんですよね。あのヨーガがね、似たような名前のやつがね、なんかこう、二度も出てきた、これ同じヨーガかな、違うかなとか、よく調べたら同じヨーガなんだけど、でもなんかコンビネーション違うなとか、それすごい苦労して。だから出典が違うと同じ名前のヨガでもコンビネーションが違って、で、それがね、2回3回出てきたりして、あれなんだこれやって、その定義が。そういう、まあ、編集の段階で苦労しましたね、そういうところね。苦労しそうですね。そうそうそう。頭痛かったですね。私も、ですよね、これ、ヨガって本当、ググっても出てこなかったり、もう、だから、これはどういう綴りだろうとか、なんか想像しながらいろいろ、あの海外の情報とかを調べたりとかしてたけど、いやー、こうやっていっぺんに出てくれるから、本当ありがたいですね。一応ね、ヨガもね、あのヒンディー語で全部検索してね、デーバー流れ文字で、はい、一応本当は書いたんですよ。でも編集者がね、できませんって言って、私、あの、はい、担当書いてくださいって言われちゃって、あ、いい、いい、じゃあデーバー流れ消そうって。なぜデーバー流れにしたかっていうと、デーバー流れにしないと、どこ伸ばしてとかね、どこ伸ばすかっていうのが分かんないのね。はい、で、英語って伸ばすか伸ばさないかで意味が変わっちゃうんですよ。日本語はね、変わんないけど、例えば、だなかだなかっていうね、それで意味が全然変わっちゃうんで、一応ね、まあ、できるだけ、まあ、デーバー流れ文字、ヒンディー語のその表記に忠実なカタカナを書こうと思って、だから、ヒンディーデーバー流れ文字と、それからその読み方を一応併記したんですよね。だからちょっとこれ無理ですっていうことで。いうことになって、それで1年ね、ちょっとね、停滞したんですね。あれ、どうしたのかなと思って、編集者がちょっと、ね、頭抱えてて。じゃあやめようっていうことになって、まあ、確かにね、縦書きでデーバー流れ文字をこう、手書きでこう書くっていうの大変だよね。だからその苦労を考えるちょっと申し訳なかったなと思って。そこまで凝る必要はなかったよなと思って、それで、まあそんなかん、そういうことをいろいろやったりして時間かかっちゃったのもあるんですけどね。本当にその尖った出羽上がりとかお好きな方には、おーって水前の、そうですね。興奮。してしまうという。でも、まあ、ほとんどの日本人には分からないみたいな。どうせね、みんなね、日本語はね、全部縮み思考なんで、だからダーナはダナになるに決まってるんですよ。パーラーシャラはパーラーシャラになるに決まってるんですけど、まあ、そのね、10年後はまあそういうふうになってるだろうとは思いながら、まあ、僕がやるやつについてはちゃんと伸ばすとか伸ばしとこうかなと思って。ね、短くなってきます、日本語はね、そういう性質。ああ、ちなみに土栗さんが、いっぱい今日のコメントといっぱい、インド大全先生術大全予防講座のリンクとか、姫先生の無料動画のコースのリンクとか、あと土栗さんが素晴らしいポップを書いてくださったの、ね、全国に今大書店にあちこち置いていただいてるんですよね。それとかの、リンクもくださったりとかしてるので、ぜひお聞きの皆様、リンク先ご覧ください。今6つぐらい投稿してくださって。いろいろお知らせを投稿して、一応私もリポストしてますけど、コメントから見ていただければ。ね、コメントで。いろいろと。申し込みの、先生のブログなんかも、リンク貼ってくれてるので。そうですね。ぜひぜひ。ぜひぜひ。これを見ていただければと思います。なんかすごいいっぱい来てますね。びっくりする。びっくりする。何人ぐらい参加されてるんですか？結
構来てますね。ちょっと数えきれないけど。そう、13名の方みたいですね、今。うん。ありがたい限りです。まあ、あのね、インド先生術なかなか手がつけられなかったっていうか、まあその始めるきっかけやらなかった人は、場合はいいチャンスなんじゃないかなと思いますね。うん。ね、でこれを大善を見て、それでまあ講座を受けて、でちょっとやっぱりもうちょっと深く知りたいとか、うん、もっと細かく詳しく知りたいっていう場合は、あの清水先生が開講されているゼロから始まるインド先生術をあの講座を受けていただくと、あのかなりあの細かく詳しく、うん、あの基本的なことをきちんと約1年ぐらいかけて、うん、あの丁寧に先生教えてくださるので、うん、そうですね、やっぱ、うん、そこがあの、まあ、私たちみんなあの清水先生のグループにいる人たちはそこを通ってきたけど、まあ、うん、がオーラしてくださってたから我々は勉強できたけど、うん、ね、その時に保管するこれテキストが一つできたし、まあ、あと、うん、その講座を受けると何がいいかって、まあ、今驚くほど素晴らしい本がいっぱい出てますけど、まあ、その内部向けの、ね、出版もなさってて、うん、最近も実はね一冊すごいもうインドサイズに分厚くて大きいみたいな、すごい辞書みたいな、すごいですね、インド洋の東西問わず、まあ、一番分厚い本になっちゃったかなと。ですよね、すごい本届きましたけど、そういうものに、アクセスできる、そうですね、うん、これは専門書ですね、本当に、まあ、あとは教科書がすごく充実してますと一言で言えば、うん、です教科書も充実しているし、うん、まあ、ゼロからの初級のこう講座が終わった後の、あの勉強の体制みたいなのも、そのさらにもう一歩先のこう知識を得るため の、 あのシステムじゃないですけど、そういう、こう体制っていうのも内部というか先生のグループに入ると結構充実しているので、深く学びたいっていう方には、一歩どころじゃないですね、今はもう充実は、うん、だからもうインドの学校並み、学校のレベルを目指してます。もちろんね、かなり経験的にも人脈的にもそんなに揃っていないんですけど、まあ材料だけは人の5つあるからっていう、うん、ようやく、そうです、ようやく、まあまあ大変、先生がね元気なうちにね、やっぱり教えていただけないと、先生もいつまでもね、あの元気でいるわけじゃないから、そう、もうこの2年で目は酷使されてね、そう、目は酷使して、まあまあね、手伝ってくれた人も同様に大変だったと思いますけど、大変だった、すごいハイペースで本出してましたからね。なんかみんななんかもうあのそうですね、火吹いてましたね。うん、フラフラになりながらやってましたね、みんな。なくてもいいんだけどね。いやー、こういうのってなんていうのかな、やっぱゾーンに入る時ってありますね。ゾーンに入ってガーってやってしまうっていう。完全ゾーンでしたね。この2年間はゾーンでしたね。次はあのセミナーゾーンです。うん、セミナーゾーン。それはそれで楽しみだけど怖いですね。まあでもあのこの2年で色とりどりの素晴らしい本がもう今私の方にもバーッと並んでるので、まあ、これ正直全部読めてる人ってなかなかいないと思うんですけど、まあ、から育てていく、まあ一生もんだと思ってじっくり取り組んでください。本当ですね、本当に死ぬまであの取り組める勉強があるっていう、うん、その幸せさ、うん、そうですね、ずっと新しいことを知ってワクワクできるっていうのはすごいありがたいですよね、本当に。そうですよね、うん、未だに本当あの自分とか周りの人のチャートをこういろんな出た書籍とかで見直すと本当にいろんな発見ありますもんね、うん、今日なんかされてましたね、ね、あとですね、ちょっと私の身近な人のことをその出たばっかりの本で見てみたら、本当にそう書いてる。出てるっつって。
出てるみたいな体調に。そういう発見も面白いですよね。楽しいですよね。すごいですね。びっくりしますね。なんで。ホロスコープ読めると本当楽しいですよね。そうですね。やっぱり知らないこと知れるのは楽しい。ですね。そこをやっぱ、本当深めていける。ちょっと上智島もね、なかなか十分リリースした後はやれてなかったですけど、最近かなり、まあ、手こ入れし始めてるから、だんだんリリース、していけて、皆様に価値をお届けできるかなと思って。島田さんもゾーンに入ってですね。そうですね。ちょっと入り始めました。最初のバージョンね、先生と作った時もうゾーンに入りまくってブワーって作りましたけど、そっからちょっと本業忙しくなりすぎちゃって、全然手つかない時期がありましたけど、新しいゾーンにもうこの2年の翻訳ラッシュもあってですよね。やっぱあと最近清水先生のグループすごい勉強熱心な方が増えたから、交流が活発になったし、やっぱもう押しされて、うわこれ自分も頑張んなきゃみたいな。まあでもそう、勉強できる仲間がねたくさんいるっていうのもすごくやっぱり清水先生のところで学ぶのに一つのすごい価値あるものの一つだと思うんですよね。まあ、なんか刺激し合ってますね皆さんね。うん。ねえ。お互い切磋琢磨っていう感じで。うん、そう。掲示板ももうずっと観光鳥みたいな時期ありましたけど、うん、今はもうすごい活発ですしね。賑わってますもう本当に。お問い合わせもあるし、なんだ、質問というか、その見てくださいという依頼もあるし、まあ、いろんなね、方々が答えてらっしゃるし。賑やかですよね、すごい。すごい。ありがたい限りです、本当に。もう、びっくりするような、状況が生まれてますね。ぜひ皆さん、お仲間になってっていう感じで。お仲間の人は もっと一緒にやりましょうですし、まだまだちょっとお仲間になってないタイプの人たちは、ぜひぜひ一緒に勉強しましょうっていう。そうですね。楽しいですからね。難しいけど、難しいだけに学びがいがあるっていうところだと思うので、学ぶときには大善をお共にっていう。そうですね。本当に素晴らしい本だと思います、この本は本当に。もう出る前から、清水先生から、まあ、これゲームチェンジャーになると思うよって伺って、先に、翻訳原稿いただいてましたけど、これはすごいわと思って、これは早く紙にならないかなと思ってましたけど。もう一瞬私、まあ、値段見てビビりましたけど、でもこれは内容見たら、買うべって。みたいな。いや値段は本当ビビる値段ですよね。ちょっと本としてはそこそこですよね。本にこの値段っていうのはなかなかちょっとやっぱり勇気がいる値段だと思います。値段をね、出版社の方が決めるんで、だけどもう少し安くしたもよかったんじゃないかなと思ったんですけど、ね。いやもうね、最初はもうちょっと安かったけども、これ売れる本だって出版社の人見ちゃったんでしょうね。なんか。アマゾン値段上がってきましたもん。その辺のどういう仕組みなのか分かんないですけど。多分そういう出版社の、ご都合はあるんだと思う。根付けがね、本当に一番重要だ。プロたるゆえんはそのプライシングにあるって言われますからね。私どもの知る、まあ、知り得る領域ではありませんが。さまざまな判断でそうされたんだと思いますけど、まあ、そうですね。でも買ったけどその価値は感じてますね。買った人にはそう言っていただけて、うん、もう5年かけてますからね。フルタイムじゃないですけど、もう何遍も構成してうんざりして、ね、3回読み直したんですけどね、もう本当にもううんざりでね。文字を読み直す。だから一回ね、じっくり翻訳した後なんか構成で出来上がりました。よかったな、よかったですね。ちって3回やりますって言って。いやそう。一回は大変ですね、この量を3回読むのは。集中して読んでも1週間かかりますからね。うん。だらだらやったら1回使っちゃうし。
これを集中して読むのもなか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 なあれですね、労力ですね。苦しかったです。修行僧のような僕は状態もう読まなくていいんです。もう染み込んでますね。1年ぐらい経ったらまあ読んでもいいかなと思うかもしれないけど、今はちょっともういいわ、もうグロッキーと。もうお腹いっぱい状態ですね。これ10室が一番分厚いですけど、ハウスの説明で10室の構成やってたお仲間がいやもう本当に苦しくなりました。10室だけで1冊本書けるぐらいの厚さ。10室だけでね、だってこれさっき50ページとか言ったけど、それ嘘で80ページぐらいあります、ね、しかも2段組でしょ。とにかくでもうこれでもこれでもあの例題が出てますからね。うん、一番やっぱりあれなんですかね、関心のあるハウスだから。そうですね、まあ、あの仕事とか、あと政治、政治か、うん、政治、マンデーン。まあ、あの、どこが多いんだったかちょっと見渡して、僕はあのやっぱ5室、10室は重要かなと思いますね。うん、あと、まあ、7室結構。うん、まあ、この辺が、はい、そうですね、この辺がやっぱ熱いんじゃないですか。あと3室かな。いわゆるリサーチよくされているハウスっていうのはやっぱ5室、3室、7室、10室かな。だから従ってそれらのハウスの充実ぶりが目立つわけですね。そうですね。かなりあの内容的には分厚いですよね。そうです。いや、すごい量だ。7室もやっぱり確かに。結婚ですからね。そうそう。がそれに比べてすごいあっさりしてて、8室あっさりしてますね。8室あっさりして、10室はもう8室もね、8室の研究もあるんですけどね、うん、でもそれは比較的、はい、そのこの本が出た後結構出てて、なんかちょっと盛り込めなかったかなっていう、うん、ありしたけやっぱりそのそっちはそっちで深いでしょうけど、まあ、だから荒尾先生の研究っていうのは例えば8室っていうのは一般に悪いハウスと思われてるけど、こういういいこともあるよっていう研究が多いんですよ。はい、だからハウスの、ね、ハウス絡みのいいこと、はい、いいイベント、こういう場合はこういういい結果が得られるよみたいな、そういう、ね、はい、いわゆる逆転の発想が多いんですね。うん、一般の傾向としてハウスが絡むとどうしても鑑定が悪くなるんだよね。うんうんうん、だけど、そうそればっかりじゃないよというそういう啓蒙的な視点からのリサーチが割と多いんですね、青先生らしくて。うん、なんかあのインド先生術を勉強始めるとあの強いとか弱いとかあとなんかいいとか悪いとかっていうところに結構振り回されて、あの自分のホロスコープの悪いところばっかり最初ってすごく見えてくるじゃないですか。そうですね、特にねそれは古典に書かれてあるのは割と、うん、悪いか天国か地獄かどっちかなんですよね、大体ね。そう、そうなんですよ、なんか古事記になるとかそういうことを書いてる。そう、そうなんです。王様何人いるんだみたいなありますね。だから、うん、その辺はあのかなりね現代的な文脈に置き換えて、はい、うん、なんか8室に惑星集中してる人とかなんか自分のホロスコープ見てこう8室に惑星集中してるのとかっていうのですごいなんかこう 悪いことばっかりあの見えてきて落ち込んじゃうとか勉強する、ね、気がなくなりましたみたいな、うんうんうん、勉強すればするほど自分のホロスコープが悪く見えちゃうんで、ね、うん、落ち込んでしまいますっていうのなんだけど、そういうのはあるんですけど、だから8室でもね、8室には特別な才能があったりしますからね、隠れた才能、うん、天才に多いんですよ8室惑星周期、うんうんうん、天才に多い。だからそういう研究は一般にはそういうことは一般に知られてないので、研究を蘭先生は、ね、うんうんうん、するんですよ。なるほど。だからまあ、そこはね、やっぱり蘭先生らしいなと思いますね。天才ボーイ。あとは、あれですね、モークシャで、やっぱスピリチュアル。うん、まあ、モークシャ、スピリチュアルが、いわゆる下脱のハウスでもあるし、ハウスはね、はい、あの、サマーディのハウスですね。は
り、はい、ファーストハウスであり、あと天才は発出が強い。なるほど、ね、うん、ちょっとあの異質な方っていうか、そうね、なんかまあ浮いてる、浮いちゃうけどね、発出が強い。そういうちょっと発出人間を喜ばせてくれるようなリサーチがあるんですよね。だからアウトプットは割とそういうのが得意ですね。まあ、あの人ら、あの先生らしいなと思いますけどね。そういうのもやっぱりあれですよね。あの入り口の、まあ、ちょっと入ったばっかりの印象だと、まあ、8室とか12室とか、うん、それで学生が結構そこにあるとかだと、うん、がっかりしてやめたくなっちゃうけど、そこでちょっと踏ん張ってもう一歩先を研究していくと、そういう隠れた意味合いがあるんでね、それで、また、うん、面白いというか、そうですね、救われるというか、だから入り口で諦める人はね、だからそういうの見てね諦めるんですけど、もっと入っていけばね、そんなにね、あのもっと相対化されるし、もっと深く入れるようになると別に大した問題ではないし、はい、だから、そうね、最初辞める人は、まあ、早い結果を求める人と、あとそうですね、そういう自分のホロスコープに幻滅して辞める人もいらっしゃるんですけどね、まあ、もっとやった方がいいと思いますけどね。そうですよね。うん、インドもうほら、みんな自分のチャート持ってたりするんですか。そうですね、みんな。覚えてたりするんですよね、どうする。一般の人が、ホラで言えるって言いますもんね。別に知識ないんだけど、自分のホロスコープ太陽が獅子座の5度とかね。って感じで分割図までかけちゃうんだよね。すごいな。インド系の航空会社 の、 あの飛行機に乗るとあのモテちゃうみたいな。私はモテました。ずっともう捕まっちゃうみたいな。乗って飛行機の中で先生の本読んでたら、ね、読んで読んで後ろに連れてかれて、え、なんか悪いことあったかな、悪いことしたらと、私のホロスコープ読んでっつって、これあげる、ピーナッツとか、ね、ビールとかいろんなもんもらっちゃって、そんなのにこう誘惑されて、そう、ぜひあのインドに縁の強い方は先生術を学んでいただいて、面白いストーリーも。起きます。ハプニング起きます。ね、面白い、そういうハプニングも。日本でももっと流行るといいですよね、これ。うん。うん、インド先生です。非常に面白いし、今までね、なかなかあの後半に学べない、ベーシックな部分をあの得られないってなったけど、ここでね、一つ大前も出たし、うん、あとは、あの1200年前にあの空海さんが最初に宿養とかインド先生術の、ね、断片を持ってこられた時代からすると、もう奇跡的なことが起きてますね。1000年ぶりですね。1200年とかの、いや、これあの冗談かと思ってあの真面目にいろいろ考えてみたらそうなんだよね、はい、そうですね。だってあの1800年頃じゃないですか、こう空海中国行って持って帰っ て、 て、そこに供養とかも入ってて、そう、案外ちょっと真面目に考えたら画期的なこともあるんだよね。そうですね、本当に1200年ですね。空海以来ですね、インド空海以来に伝わるのは。だから今冗談で言ってたんですけど、あれ真面目に考えてみると、え、結構すごいことかもね。そう、本当あの私も最近空海さんのこととかちょっと調べてたら、いや本当にあれ以来まともに来てなかったんだから、1200年のブランクがあったのか。あの当時はね、まあムフルタぐらいしか来てないですからね、あの暦、はい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 、インド暦ですよね、うん、そうですね、うん、まあ今回は、ね、ちゃんとインド先生術のまあ、ね、全体系とまでは言えないですけど、かなりの体系をね翻訳し、出版し、うん、ね、ライブでは、うん、まあ、皆さんにシェアしてるわけですから。そうですね。これはね、なかなか。うん、なんかさっきから字が自賛ばっかりですね。いやだ、本当素晴らしい偉業を成し遂げてるというか。まあ、プロ
われたんで、たまにはということで。ちょっとなんかちょっと恥ずかしくなりますね。ね、お聞きの本当はあの清水先生も20年勉強してこられて、ね、20年になっちゃいましたよ。ね、その価値がもうこういう手に取れる形になったのは非常にありがたくて、まあ、恩恵を受けられる。私の感想を言わせていただくとですね、20年やって最後の2年にバッと花咲いたって感じですね。あ、いわゆるそのだからそれまで17年15、6、7ぐらいはすごい苦労してて、まあ、途中で辞めたってよかったんですけど、まあ、やってたら最後のこの数年でドドドドッとその翻訳っていう形、まあ、僕翻訳したいなとはずっと思ってたんですけど、やっぱりなかなかゾーンに入れなかった。うん、だしあと奇跡のようにあの人材が、まあ、手伝ってくれる人がね、だからね、分かんないもんですね、まあ、人生分かんないもんですよ本当に。先生いつもだから僕20年やってると言ってますけど、これ直線的にね、ずっとこう成長してきたわけじゃなくて、本当に最後の5年ぐらいですよね。うんうん、まあ、一気に訪れるんですよね、こういうので。ねえ、なんかもう本当に星々の何かが、こう、絡みが本当にそこで、その成果として現出するというか。だからね、やっぱ皆さんもね、諦めないでやったらいいですよ。うん、はい。継続は力なりって言いますけど、やっぱり続けることがすごくやっぱ大事なんだなっていうのは。だから、そうですね、うん、まあ、なんていうか、まあ、まあ、そんなもんですね、20年か、すごいな。20年経ってこんなもんですからね。でもね、やっぱ最後、数年にその結果が凝縮されて、ドドドッと出てくるのは、僕の場合はこの過去、だから2015年日本に帰ってきて、鑑定して、まあ結構ね、100例ぐらいフィードバックもらって、まあ確信は持ってたんですけどね、うんうん、なかなか翻訳とか、こう今みたいな展開なかなかできなくて、まあいろいろ邪魔もあったから、大変なんですけど、抵抗が大きかったんですけど、それがパッと抜けたんですよね。18、9年ぐらいから。それで急に、そういうさまざまな抵抗が、こう、障害がなくなって、進んだって感じですね。わかんないもんですね。本当ですね。私が先生の講座を受け始めた頃は、まだ先生もいろいろ試練の中にある。だいぶ弱くない。めんどくさい時でしたね。それがね、もう本当この2、3年、本当素晴らしい方が特に集まってきて、なんか一気に体制、ね、まあ、だから続けるもんですね、こういうのは。なんか変な結論になっちゃいましたけど、インド説の結論はね、続けるもんです。うん、続けていくためにもやっぱり良質な本というか、いいスタート切れるとね、やっぱりいいスタート切れるとやっぱり楽、うん、やっぱり楽です、うんうん、続けるためにも続けていけるだけのやっぱり、うん、お供になる資料というか、うん、本だったりそういうものがないとやっぱり続けようがないですからね。いいスタート切るっていうのは僕は重要です。モグルタの存在価値でもあるんですけど、うん、インスタート切るっていう意味では、うん、まあいいんじゃないですかね。うん。だからもうこの本でまずご自身のチャート見ていただきたいですよね。それでまだ慣れてない方、それで本当周りのご家族とかね、本当、うん、誕生時刻分かってる方のやつを見ていくと、うん、本当ハウスとかね、その惑星の絡み、うん、ベーシックなリーディングできるから、なるほど面白いっていう入り口に立てますからね。うん、この面白さをぜひで、やってきた方も絶対これ、あ、そういう見方もあったかとか、あ、そういうのあったね。そうそう、10年15年やってる人も知らない知識いろいろ発見できると思いますよ。発見できますよ、うん、こうスルメ的な本だから、うん、だから本当入り口の方からそれなりにやってきたから、うん、まあ、うん、
ぜひ、あの、面白がっていただける本ですよね、これ。そう、ぜひお手元に一冊は持っておいていただきたいですね。二冊、三冊買う金額でもないし、厚みでもないとは思うんですけど。そうですよね。ボロボロになるまで使い倒せる、そしたらまたボロボロになったらもう一冊買えるね。そうですね。ボロボロになるまで読み込んでいかないと。てる本だと思いますんで、一般にはなかなかなりにくいんじゃないかなと希望します。そう、絶版にならないようにみんな買ってください。いや、でもこれは物がいいから続くと思いますね。はい、思います。いやー、なんかでも本当に不思議なご縁で、なんかインド先生術大戦も出た感じで、すごいなんか運命を感じますね。ここからまたいい流れが生まれていくんじゃないですかね。ね、講座もなんか、あの、今のところすごく期待して参加してくださる方がたくさんいらっしゃるので、ちょっとこっちも企画をやる側の方も気合い入れて、まあ、だからその修了生がこういう形でなんかやるっていうのは初めてじゃないですか。そうですね、外に向けてやるのは初めてですね。内部で発表したりっていうのはしてましたけど、内部の、外に向けて、これはなんか僕も その辺は結構ね、面白いなって自分で思ってますけどね。新しい展開だなって、そうですね、清水先生の期待に応えられるようにちょっとみんな頑張らないと。だし、あのね、あの、聞いてくださるっていうか、ご視聴いただく皆さんにね、そうですね、届けられるように頑張りたいですね。でお金をね、払ってくださってる方 の、ね、あの、貴重な、あの、お金をいただいてるっていうところで、少しでもやっぱりためになる、聞いてよかったなって、受けてよかったなって思えるものにしていきたいと思ってるので、はい、ちょっとそこもこっちの方で頑張って、はい、やっていきたいと思います。はい、ちょっとだいぶお時間が過ぎてきたので、もうだいぶいいお時間になったので、そろそろこの辺、よくこういう雑談を聞いていただいてですね、申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうね、この20年来のプロの産物を、まあ、生み出せたので、皆さんでちょっとね、一緒にこう祝福の苦労風のしたから、苦労しました。ヨグリさんにね、前に言われたんですよね、清水先生、どんだけ苦労したのか、あ、そういうふうに言葉かけてもらって、あ、そう、確かに苦労したよなって、そういうしみじみした時間がありました。苦労したよね。本当ですよね。ベースの中でね、これを生まれて、今の人はみんな、あの、結果しか見てないけども、どんだけ苦労したことかって、彼女はずっと見てましたからね。そばにいたっていうか、あの、一緒にいたんでね。どんだけ苦労したか、ちょっと出しすぎですよとか言われちゃって。まあ、確かに苦労したよね。そういうしみじみ。しみじみそういうこと言うようになったら年ですよね、引退間近っていうことです。よくあのドラマのね、最後の場面でね、主人公がね、昔を振り返って。まあ、まだやりますけど、引退しますけど。そうね、まあ、まあ、まだ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 先生には現役で来ていただかないと。だけどあっという間でしたね、長かったようであっという間で、まあ、そんなもんですね。まあ、でもこれからもまだあります。はい、あのイベントというか、企画目白押しでやっていくので、ぜひ皆さんご参加していただければと思います。あの、分からないこととか、詳しいこと聞きたいとかっていうのがあれば、あの、 DM いただければ、あの、お答えできる範囲のことはお答えしますので、あの、お気軽に DM いただければと思いますので、遠慮なくしてくださいね。ということで、では、あの、この辺で今日はちょっと終わりにしたいと思います。はい、清水先生、お忙しいとこ、お時間取っていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。石丸さんも途中から、あの、飛び入り参加していただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、楽しみにしてますので、頑張ってください。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。はい、じゃあこの辺で終わりにします。ありがとうございます。